広島ゴルフクラブは広島県広島市再帰区五日市町に広がるゴルフ場である。広島ゴルフクラブは1929年5月、広島の鴨群村に広島ゴルフクラブ、原村コース、またはヤギ松ゴルフリンクスと言われた12ホールのゴルフ場を開場している。しかし1942年、軍が接収し、閉鎖となった。終戦となり、 広島大学水畜産学部の実習農場となり、会員の多くが原爆被災して再興されなかった。その後、広島カンツリークラブ、ヤギ松コースが、旧広島ゴルフクラブ、原村コースを受け継ぎ会場した。当時の遺跡が、広島カンツリークラブ、ヤギ松コースに、広島ゴルフクラブに保存され、碑分が設けられている。広島ゴルフクラブは、 瀬戸内海を望む日本三景の一つ、秋の宮島や江田島を展望できるロケーションに立地する。1952年、昭和27年7月20日、ゴルフ場の設計を佐藤銀一に依頼、6ホールのコースが着工され、同年10月6日、6ホールのコースが完成、同年11月3日、開場した。その後、1954年、 昭和29年4月10日、増設の3ホールが完成し、京急ホールのコースとなる。1965年、昭和40年8月、9ホール増設し18ホールのコースに拡張することが決定され、1966年、昭和41年11月3日、18ホールの拡張工事が着工され、1968年、昭和43年8月、 増設の9ホールが完成し、18ホールのコースが開場した。コースは、給料コースで、コース全体に、距離は短いが変化に富んでおり、戦略性に富んでおり、楽しめるレイアウトになっている。広島県広島市三崎町出身のプロゴルファー、倉本正宏は、1965年10歳の時に、ゴルフをはめ、1969年14歳で、 広島ゴルフクラブ鈴が、ミネコースのメンバーとなる。1970年、中学3連にして、クラブチャンピオンになり、1973年、日本ジュニアゴルフ選手権に優勝。鈴が、ミネのハンディも例となった。2020年、広島ゴルフクラブの理事長に就任した。広島県広島市再帰区五日市町ミナガ413番地。ありがとうございます。